皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は、ただで土地と家を、もらったるで、の、一本をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。神戸市北区の一軒家いらないか？ただ三つ条件があって、1、必ず受け取る。2、3日以上家を空けない。3、死ぬまで住んでくれる。この3点守れる方なら土地ごと渡します。家は20年前にリフォームされてあるけど、祖父母から頼まれてて、裏庭の林に井戸があるんだが、その井戸は一応うちの祖父母のものだから触らないでほしい。一応柵がある。とにかく死ぬまで住めて、旅行とかしない人ならすぐにでも渡せるから。本当に条件満たせる人だけ、名乗り出てもらえれば助かります。場所はあまり格とばれるので、谷神から奥まったところです。あと、当然タダですが、地元のつながりが面倒なので、こちらの今後の連絡先は伏せたままになりますが、ただということですいません。駐車場はありませんが、庭が広い空き地なのでそこへ。事件とかないです。デメリットとか。山から夜に何か来るんですよ。もう怖いです。切ないです。自分はもう見たくないですね。へ。神戸で山から夜になってくるものったらあれやな。イノシシやんけ。開けたらイノシシとか可愛いな。山から何か来る。これあかんやつやこれ。今からでも間に合うんか。どうすればいいでしょうか。はじめまして。初めて質問します。教えてください。去年中古住宅を買ったんですが、家を買ってから、庭に茂っていた木を抜いたんですが、庭の端っこに古い井戸が見つかったんです。家を買った不動産屋からは、こんな井戸があるなんて聞いていませんでした。気持ちが悪いので、庭師の人に頼んで埋めてもらったんですが、この場合不動産屋に埋め立てにかかったお金を出してもらえるでしょうか。それと、井戸を埋めてからずっと良くないことが続いていて、主人は病気になってリストラされ、私は子供を流産して、家の中は暗い雰囲気になっています。義母からは、お前が井戸を埋めたせいだ、となじられ、腹が立つので殴り殺して、井戸を掘り返して埋めてやりましたが、それでもまだ家の中をうろつき回り、夜は私が寝ている枕元で恨み事を朝まで喋り続けるので、全然眠れません。ババアだけではなく、近所の住民たちも、電磁波を使って私に文句をつけてきます。テレビからも文句を言ってくるので、テレビも見られません。こんなことになったのも、もともとはこんな変な井戸がある家を買った主人のせいなのですが、こないだ、眠っている時に首を絞めて、ババアと同じように井戸に埋めたのですが、まだ、家の中をうろうろして、夜はババアと一緒になって恨み事を言うのですが、どうすれば、ババアも主人も消えてくれるのでしょうか。今この質問を書いている時も、ババアと主人が横から覗き込んでいるのですが、もううんざりです。私はどうすればいいでしょうか。どなたか教えてください。お願いします。最後ひらがなになるのが嘘っぽさ加速させとるわ。30点やな。こんなん初めから嘘やがな。短編のホラーものとして読めばまあまあ出来がいい。井戸の中に何が？井の中の祖父母。信じるのがピュアでいいぞ。すいません、本当に悩んでいるので相談に乗ってください。知り合いに家を破格の値段で譲ってくれるという方がおり、私は喜んでその家を購入しました。
引っ越して数日は何事もなかったのですが、毎晩深夜に庭から奇妙な声がするようになりました。これは最初は怒ってなかったというより、引っ越しで疲れていた私が、最初の数日間気づかなかっただけなのかもしれません。その声というのが本当に不気味な声で、気持ち悪くて仕方ないんです。日本語ではないようで、何と言っているのかは聞き取れないんですが、激怒しているような恐ろしい感じの声で、私が庭に出て確認しようとすると何もいないんです。声もしなくなります。しかし私が寝室に戻ると、また声が響き出します。もう幽霊か何かとしか思えません。お祓いをしたりお札を購入したりいろいろ試した結果、なぜか部屋にあったウルトラマンのフィギュアを庭に置くと声がしなくなりました。ウルトラマンが守ってくれた、とほっとしていたのですが、一週間ぐらいして、また声がし始めました。その声が出始めた次の日の朝、庭に出てウルトラマンのフィギュアを確認してみると、両手両足が切断されて、頭がぐにゃりと潰れていたんです。新しいウルトラマンのフィギュアを買ってきて置いてみたのですが、今度は効果はなく、やはり朝になると両手両足が切断されて転がっているのを見てゾッとしました。本当にこれどうなんですか？どうすればいいんですか？誰か助けてください。ウルトラマンさん？草。3分で帰ることを許されなかったウルトラマン。ウルトラマンのコスパ悪くて草。ウルトラマン負けてて草。怖い。ウルトラマンで勝てないなら人間には無理やわ。ウルトラマンが手も足も出なかったゼットン倒したのは人間やぞ。ウルトラマンだっさ。ゾフィーなら守れたのに。ウルトラマンかわいそう。仮面ライダーならいけたんちゃうか。うちも実家の田舎に一軒家あるけど、使ってないし売れないし。壊すのにも金かかるからタダであげたい。多分同じような人たくさんいると思う。呪いの家ってわけじゃないけど、近くに高圧電線の鉄塔があって、常時、ブーン。みたいな音がして住民ノイローゼになって出て行った家ならある。めっちゃ綺麗やけど誰も住まへんし、ありえんような値段で叩き売られてるで。3分間でいいなら買ってた。終わり。